こんにちは、ピククチャレスクです。す。す。ごご覧いいいただきままましししてどううもありがとうございますよろしくお願いします今回ですね、プチリフォームをやっていきたいと思います。誰でもできる簡単な感じで、特にね、技とかはね、使うものではないんですけれども、こちらにヴィンテージっぽい感じのワンピースがありまして、黒白ね、水玉です。プティック花江森ってことで、森花江さんですね。エレガントなんですよね、結構ね、あの、ヴィンテージものでね、 どれぐらい昔なんだろう ?30 年以上前かもしれないんですけど、ただ昔の、今回のちょっとね、ここが私が言いたいことであってですね、昔のものでも、やっぱり洋服流行っていうのが基盤にあるので、昔の流行が今はもう古いんですよね。そうすると、その昔の流行だったと思われる部分を取っちゃおうっていうことにします。そうすると、今でも今後も末永く着ていきたいという洋服を 結局目的は末永く着ていくものにしていくっていうリフォームになるので、それにはですね、流行の部分をね、ちょっとね、あの、外すみたいな、ちょっとね、なくすみたいな、消すみたいな、そんなことをやっていきたいと思います。それで、どこがどうなんだっていうので、やっぱりね、あの、ボタン、肩パッドが入ってるっていうことを、そんなあたりかなと思いまして。 ですで今、一番最初にやったのはですね、私がよくやるんですけどあの後ろのスプリングホックこれが髪の毛に引っかかってとてもストレスなのでこれを取りますね取ると多少ですね、上がパカッと開いた感じもあるんですけど、まあ、その辺もは髪の毛で隠れるということで、ね、よしとしてしまっていてスプリングホックを外すということをやりました肩パッドも外しました。そして、 これですねボタンです前ボタンについてましたよねあれをね全部外したんですよだいぶこれで雰囲気変わると思うんですよあの前ボタンもねあれ流行だと思うんですよああいう感じのあれはねメンズのファッションから来てるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけどああいうジャケットとかのあの硬い感じのですねああいうとこから来たやつできちんとした雰囲気を出してたと思うんですけどあれを全部取りますねで押したてが非常にいいと思われる のでボタンがねねなななかかなか外せっったっていう、ね、これがねアフターの感じだいぶ雰囲気変わりましてすっきりしましたよねなんていうのかなあの平凡になったっていうか癖がなくなったんですよだからどうにでもなるんですこれでねアレンジででも袖のところに残ってるボタンがちょっとねあの可愛い,いですよねはいこんな感じでですねあの癖のある部分流行だ,だったんじゃないかと思われる部分をとりあえずね目立つ部分取ってみましたいろいろね袖の形とか 言えば切りがないんでしょうけど、まあ、あのバルーンみたいな袖は可愛いのでそのまま生かして別に流行っていう感じとは私はあんまりあの捉えなかったんですけど、まあ、このスカートの形とかいろいろ細かいことはあるかもしれないんですけれどもやっぱり目立つところとしてあのボタンのあの両脇に両胸にあるボタンっていうのがすごい特徴だし肩パッドがドカンと入ってるのもこれもねちょっと昔の肩パッド入れるなら入れるで今はね肩幅の狭いところに 高い位置に入れていくあえて強調するみたいな感じはあると思うんですけれども。 そういう風じゃないなら、元のね、アームホールが変わってくるもんだからってことで、それ複雑なお直しになっちゃうからっていうことでもう、片パッと外すっていうことをね、ちょっとね、やってみました。ということで、こんな感じに、少しだけの、ちょっとしたことで、これだけ変わるんだよという例で、結局は、あの、流行っていうのはもうね、なくしちゃうっていう、ちょっと私が提案を込めた感じのリフォームになります。どうもありがとうございました。